Facebook が新型の Oculus Quest 3を開発中であることや、パナソニックのメガネ型 VR グラスの進化について、今回は3つの情報を紹介していきます。アダルト VR に重要な画質や着用感に焦点を当てて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。では一つ目のオキュラスケスト3についてですが、こちらは現在開発中との情報以外に分かってはいないのですが、 Facebook の非広告収益はオキュラスケスト2のおかげで前年比 2.5 倍になっています。今まで以上に VR ヘッドセットの開発に力を注ぐのではないでしょうか。別でアップした動画ではもう少し掘り下げてお話しているので、よかったらそちらも見てみてください。 Oculus Quest 3は今回紹介する中でも最も手が届きやすいヘッドセットになると思いますので、注目したい情報です。ここからパナソニックの VR グラスと Apple の VR ヘッドセットがどれほどすごいものなのか説明していきます。ちなみにパナソニックは VR グラスで、Apple は VR ヘッドセットとなっていて、グラスとヘッドセットで呼び方が違っているのですが、両方とも VR を見れるというものであることは変わりありません。 VR グラスという呼び方は珍しくて、 Oculus Quest 2とかは VR ヘッドセットと呼ぶのが一般的なのですが、多分サングラスっぽい形状なので VR グラスという名称になっているなと思います。まずはパナソニックの VR グラスから見ていきます。これは去年の1月に行われた CES2020 という世界最大の家電見本市で発表されたもので、今年の CES2021 でアップデートがされました。 CES2021 では他にもいろいろな企業の VR と AR 情報が発表されているので、気になる方はこちらの動画を見てみてください。一番気になるのがVR グラスのパネルに有機 EL マイクロディスプレイが使われていることです。ディスプレイに網目模様が見えてしまうスクリーンドア効果の軽減と HDR の強化のために採用したということです。そして解像度は片目 2560×2560、 両目で 5120×2560 の 5.2K 画質を実現しています。 Oculus Quest 2と比較すると両目 3864×1920 なので約 1.8 倍もいいということになります。オキュラスクエスト2の画質でもいいのに、どんだけ綺麗に見えるのか気になりますね。開発者インタビューによると、解像度に関してはこれ以上増やす必要はないと考えているようです。これ以上解像度を上げてもあまり区別はつかないのではないかということです。それよりコンテンツ側のクオリティが高くなった方が体験の質は上がるようです。要は作品がより高品質に制作されていることの方が重要になってくるということですね。使用方法に関してはスマホかパソコンに接続して使うことになるようです。パソコンに接続すれば SteamVR が使えることと、グラスの前面両側に搭載されているトラッキング用のカメラによって 6DoF にも対応しているということです。スマホに接続した場合は何のコンテンツが遊べるのか不明なのですが、さすがに動画再生はできるでしょうから、アダルト VR は見れると予想します。快適性については有線接続なのでスタンドアローンよりは劣りますが、スマホ接続なら自由に移動は可能ですね。装着感はメガネ型でホールド感に欠きそうなので、激しいゲームは無理そうな感じがします。ただ後頭部に何もないわけなので、寝転んで使うとか座ったままの姿勢で使うとかには間違いなくかなり便利です。メガネと同じような着用感なので、今までの VR ヘッドセットで最も快適と言えると思います。しかも重さは 150g を目指しているようなので、かなり軽量です。自分はこの VR グラスのスペックを知って、これってまさにアダルト VR 専用機じゃないと思えるほど、アダルト VR ユーザーの要望に合った機種だなと思ってしまいました。なぜならリアルに近い描写が可能なディスプレイで、さらに着脱もスムーズで快適なわけですからね。もう他に改善のしようがないのではと思えるぐらいなんですが、ここは最高だなと思ったり、他にここが良くなってほしい人があればコメントで教えてください。発売時期は今年中を目指しているということで、本当に目が離せません。続いて Apple の VR ヘッドセットです。高解像度ディスプレイ搭載で、価格はかなり高額のハイエンド VR ヘッドセットとなっています。まだ Apple が正式発表した内容ではないですが、やや具体的なスペック情報も出ているので、おおむね合っているのではないかと思っています。ディスプレイはデュアル 8K とのことなので、片目で 8K、 両目でなんと 16K ということになります。
現在 16K ほどの高画質な VR ヘッドセットは聞いたことがありません。これが本当なら解像度はなんと両目で 15,360×4,320 ということになります。オキュラスクエスト2と先ほどのパナソニックの VR グラスと比較するとこのようになります。オキュラスクエスト2の10倍ですよ。ちょっと想像できませんね。ちなみに現実と見分けのつかないぐらいにするためには両目で 32K ぐらいの解像度が必要なようですが、 16K でもほぼ現実と区別がつかないレベルでしょう。待ち望んだ画質がもうすぐそこに来ているわけです。他に気になるスペックとしてはアイトラッキング搭載、ライダーセンサー搭載があります。アイトラッキングを搭載することでユーザーの視線の中心部分だけを高解像度に描画して周辺部分が低解像度にすることでグラフィック処理の負荷を軽減することができます。本当にそんなので大丈夫なのかと思うかもしれませんが、実は人間の目もそのような仕組みになっているので問題ありません。有効視野角だけが明瞭に見えて周辺視野ははっきり認識できません。女優さんの目に視線を合わせたまま膨らみの部分に意識を向けても鮮明に認識できないのと同じことです。そしてライダーセンサーが搭載されているということでルームスケールも可能で、さらに AR 機能も備えられているのではないかと言われています。 AR でアダルト、自分の体に仮想の女優さんが迫ってくるということですからね。それが可能になるのかは不明ですが、 VR での体験よりまた次元の違ったリアルな体験になることは間違いないでしょう。その他ハンドトラッキングを行うための内蔵カメラを12台以上搭載していたり、超高性能である M1 チップをさらに上回る性能の Apple シリコンも搭載されていたりするようです。そして価格なのですが、驚きの$3,000になると言われています。約30万円なのでかなり高額です。マイクロソフトが法人向けに販売している MR ヘッドセットのホロレンズが$3,500なので、それに近い位置づけになると思われます。一般消費者向けではなく主に企業向けを狙っているのかもしれません。ただスタンドアローンとのことなので高性能なグラフィックカードを備えた高額なパソコンは必要ないと思われます。現状高品質な体験を求めていくと PiMax や Valve Index などの PCVR が必要で、 VR ヘッドセットとパソコンを合わせて30万程度は必要になってきます。そう考えるとパソコンは不要で VR ヘッドセット単体で動くなら30万はありえないほど高い値段ではないのかもしれません。しかもアダルト VR で 16K の画質を体験できるとなれば選択の範囲内という人も多いんじゃないでしょうか。またアップルは VR グローブの特許も取得しているので将来触覚フィードバックが搭載される可能性もあります。アップル様ありがとうございます。ただ一番問題になってくると思うのが、先ほども話したようにこれだけ高い解像度だとコンテンツの画質も良くないと 16K をフル活用することができません。今のところファンザで一番高画質なアダルト VR 作品は 8K のもので、唯一1作品だけありました。実際見てみましたが確かに高画質ではあるんですが、オキュラスクエスト2の解像度では 8K の画質が活かされていないようでした。16K の作品となると撮影するためのカメラの性能もとんでもなく高性能なものが必要となってきますので、制作コストがとても高くなります。でも今後普及すればデバイスも安くなって作品もどんどん出てくると思いますので、将来に期待しましょう。発売時期は早ければ来年の1月から3月ぐらいの予定だそうです。どうやら1店舗につき1日1台ぐらいに制限して販売されるようなので、なかなか手に入れるのが難しいかもしれません。自分は2日前からだったら並んでもいいかなと思ってるくらい欲しいです。今回紹介したオキュラスクエスト3、パナソニックの VR グラス、アップルの VR ヘッドセット、この3つは続報が分かり次第すぐに動画にして紹介していきたいと思っています。もちろんアダルト VR ネタのみならず VR に関連する情報も紹介します。もし気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。一緒に VR の未来を見据えていきましょう。また最新情報については動画よりも Twitter の方が更新が早かったりするので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは良い VR ライフを。